透明な衝撃。平野紫尿が身につけた40ドルのシャツに込めた驚きのデザインとはファッションだけでなくメンバーとファンのつながりが生み出す魅力とは皆さん、こんにちは。ナンバー、愛の魅力が今、燃えています。HIGHSNOBIETY ジャパンがグループの写真を1枚だけ掲載しただけで、メンバーだけでなくグループ全体が多くのファンに支えられていたことは皆さんもご存知だろう。 平野紫仕様の記事に登場したロゴプリントの透明シャツは、ファンから、セクシーなスタイルと多くのコメントが寄せられた。このシャツは確かに、2000ドル近いジャケットの中に押し込まれた控えめなアイテムだが、興味深いのは、外側のジャケットではなく、内側のロゴがプリントされた透明なシャツが注目を集めているということだ。では、なぜ中のシャツが目を引くのでしょうかシャツは1枚40円で、 セクシーでジェンダーレスなデザインが多くのファンを魅了しています。平野の仕様のファン層は若者から年配まで幅広く、その魅力は幅広い年齢層に広がっている。パフェチのシャツは50ドル未満で薄手でメッシュ、黒、黄色のパリ島の刺繍が施されています。また、黒のハイネックは着用者をより魅力的に見せるのにも役立ちます。 普段レディースサイズをお選びいただいても、メンズサイズをお選びいただいてもフィットするユニセックス商品です。軽量ストレッチ素材を使用しており、着用時に伸縮性と柔軟性を提供します。平野仕様がこのシャツを選んだのは賢明な選択だった。タイトだけど締め付けないデザインで、安全、丁寧、体の美しさを引き立てます。ファンの反応を見て、昨日の写真に触れ、翔くんが透けてるなんて信じられないと語った。 ジンくんの下にタートルネックがあるのも好きですが、今回はキシくんもジンくんの素肌 T シャツ、コート1枚だけでもご褒美ですなど、ユニークな質問やコメントもいただきました。外から失礼します。はあ、しかし、私の隣に立っていた二人も素肌の上にコートのようなものを着ていました。ファンは写真を様々な角度から解釈し、キシくんとジンくんを魔法の三枚銃ねと呼んで大興奮した。ナンバー 愛最信号では、平野紫陽、神宮寺優太、岸優太が発表しに登場。メンバーそれぞれの個性や世界観を豊かに表現した作品となっており、3月15日、金曜日に発売予定となっている。ファッションページやインタビューなどを通じて、グループの新たな一面を知ることができる貴重な機会となる。最後に、彼らのファッションが単なる衣服ではなく、ファン同士がつながり、共感する機会であることを考えると、ナンバー、 愛の魅力は見た目だけでなく、お互いを表現し、コミュニティとなり愛されることです。彼らのファッションは単なる洋服ではなく、彼らの個性、愛らしさ、そしてファンとのつながりを象徴しています。新しい記事にはファッションだけでなく、ファンの感想や期待、メンバーそれぞれの個性を浮き彫りにした質問も掲載されている。これにより、読者は情報収集だけでなく、ナンバー、愛やメンバーとより深く交流し、 新たな発見を楽しむことができます。